はい、皆さんどうも、みつたろうです。ラビラビの実況プレイ、パート2です。で、前回、ステージ2入って、早速よくわかんなかったんですけど、ちょっと考えたらわかりました。これ、帽子、多分ね、これ2人で上に行けってことだと思うんですよ。で、うさぎさん届かないし。で、ちょっと試したことがあって、下の画面でアリスがあの帽子似合うかなって言ってたんですよ。で、帽子似合うかなってこと、被れってことなんで、で、試してみたら、こうやってね、乗っけることができたんですよ。で、運ぶことができたんで、これを押すことによって、二人して上に行ける。二人してこうやってね、上に行けるようになるんで、こういうことでしょう。どうや？ああ。なんか違う気がしてきたよ。とりあえず一回試してみよう。うさぎさんどいて。で、うさぎさんここに置いて。はい、ぴょん、ぴょん。ぴょん、ぴょん、ぴょん。ってことは次考えられるのは、うさぎさんを連れていくんじゃなくて、帽子さんを連れていく。あれれ？これなかなか難易度高いっすね。さて、ほっ。で、あー、ちゃんと乗ってない。で、こうして、で、これを帽子を届けた。お？なるほど、こういうことか。へー、すご。で、帽子でこいつを運ぶのね、届かないんですけど。うさぎさん登れないんですが、でもあれアリスじゃないと扉開けらんないんだよね。ほい。ってことはこいつのちょっと帽子置きたいんだよね。置いて、この椅子をさ、あ、やった。いけた。そういうことね。なるほど、OK です。はい。難しい。2の2。僕とアリスが合体。なんかやらしいわね。合体しろって言ってます。どういうことでしょう。これ刺さったら多分終わりだよね。で、うさぎさんが行って、合体しろって言ってんだから、おお、いけたいけた。いやー、アリスが死んだ。まあ、多分方向性はこれでいいと思うんだ。ほい。で、ウサギは行けるから行って、体当たり行く。で、アリスが行けた。お前はどうやって行くん？アリスさん届かないですよね。えい。そういうことか。あ！弾け飛ぶってなかなか鬼畜っすね。これじゃあ普通にジャンプできるから、これはこれでよくて、で、これは普通に行って、これ逆のこともしないといけないから、ほい。いやー！操作が怪しいですね。でむず、意外と難しくてビビってます。ほっ。OK。で、アリスいけるし、ウサギもいける。ほい。で、こっからだよね。この間に頑張ってウサギ。ほい。
お、ウサギ何やってんだお前。よいしょ。ふい。ウサギをあそこに要は置いといて、アリスで踏めってことだと思うんだ。ちょっと待って。難しいぞ。ほっ。オッケー。おう。これ一パートに一ステージって行くつもりだったんだけど、結構難しいですね。はい。で、ウサギ、こいつを今回は利用するらしいです。ほう。なるほど。おう。これはアリスでやんなきゃいけないから、乗って、ウサギ、で、強行突破。さすがに無理か。ほっ。OK。で、お前だよ。こうか。あれ？ぴょん。よっしゃ、OK。バウンドを利用するというわけですね。5ステージぐらいまであんのかな？鍵がいっぱいある。でも鍵を取ったラリスは、針の餌食。これ、ウサギさんを爆発させないで、これ下どうなってんの？あー、どうなってんのこれ。おや？3、2、1、ベーン。はい、積みました。で、まあ、アリス置く。ん？でも、これ、アリスを、まあ、送んなきゃいけないじゃん。でも、ウサギ来れないんだよね、そうすると。で、だけど、ウサギ来ないと、ウサギ来ないとダメなんだよ。できまして爆発。